香港返還、あるいは香港主権以上は、1997年7月1日に、香港の主権がイギリスから中華人民共和国へ返還、以上された出来事である。1842年の南京条約によって、香港島が新朝からイギリスに割上され、イギリスの永久領土となった。さらに、1860年の北京条約の講和条約によって、 九龍半島の南端が割上された。その後、イギリス領となった2地域の干渉地帯として深海が注目され、1898年の点、拓香港海市線上によって99年間の咀嚼が決まった。以後、3地域はイギリスの統治下に置かれることとなった。1941年に太平洋戦争が勃発し、 イギリス植民地軍を放築した日本軍が香港を占領したが1945年の日本の降伏によりイギリスの植民地に復帰した。その後1950年にイギリスは前年建国された中華人民共和国を承認した。この後イギリスは中華民国ではなく中華人民共和国を返還、最上都先として扱うようになる。 1960年代には香港は水不足危機に陥り、中華人民共和国の上がりへから香港に送水するパイプラインも築かれた。1970年代、香港成長は住宅供給のため、咀嚼地であり厳密には中華民国、または中華人民共和国領である深海にも開発の手を伸ばしたが、1970年代後半になって、 香港の不動産業者が1997年の咀嚼期限以後の土地権利について不安を訴えるようになった。公有地の放出を重要な収入源としていた香港成長は不動産取引の停滞を防ぐ観点から新海の統治権を確定する必要があると考えるに至った。1979年、香港総督として初めて、 北京を訪問したクロフォード・マレー・マクレホースは中華人民共和国側に香港の帰属をめぐる協議を提案した。しかし中華人民共和国側はいずれ香港を回収すると表明するに止まり具体的な協議を避けた。それでもイギリス側は1997年問題の重要性を解き続けた。1982年9月には 首相マーガレット・サッチャーが放中し、ここに英中交渉が開始されることになった。サッチャーは、同年6月にフォークランド紛争でアルゼンチンに勝利して自信を深めていたが、当昌平中央顧問委員会主任は、香港はフォークランドではないし、中国はアルゼンチンではないと激しく応酬し、港人地方の要求で妥協せず、イギリスが交渉で応じない場合は、 武力行使や水の供給の停止などの実力行使もあり得ることを示唆した。当初イギリス側は咀嚼期間が終了する深海のみの返還を検討していたものの、イギリスの永久領土である香港島や九流半島の返還も求める猛烈な東初兵に押されてサッチャーは折れた格好となった。1984年12月19日に両国が署名した。 英中共同声明が発表され、イギリスは1997年7月1日に香港の主権を中華人民共和国に返還し、香港は中華人民共和国の特別行政区となることが明らかにされた。共産党政府は、鄧小平が提示した一国二制度をもとに、社会主義政策を将来50年にわたって香港で実施しないことを約束した。 この発表は中国共産党の一党独裁国家である中華人民共和国の支配を受けることを良しとしない香港住民を不安に陥れイギリス連邦内のカナダやオーストラリアへの移民ブームが起こった1997年6月30日チャールズ皇太子と皇沢民国家主席トニー・ブレア首相と中華人民共和国の李法国務院総理の出席のもと 盛大な返還、上都式典が行われ、世界各国で中継放送された。式典は30日24時をまたいで行われ、24時直前にイギリス国家の演奏の下イギリス国旗が奉能され、時報とともに今度は中華人民共和国国家に、合わせて中華人民共和国国旗が掲揚されるというセレモニーが行われた。返還後に、 香港特別行政区政府が成立し、当県下が初代行政長官に就任した。旧香港政庁の機構と職員は特別行政区政府へ移行した。また、中香港にイギリス軍は撤退し、代わりに中華人民共和国本土から人民解放軍中香港部隊が駐屯することになった。2014年12月、香港の 高度の自治を明記した1984年の中英共同声明について1997年の返還から50年間適用されるとされていたが2014年11月に中英中華人民共和国大使館が今は無効だとの見解を英国側に伝えていたことが明らかとなったこれに先立って中華人民共和国当局は英会外交院外公員会議員団による 宣言の履行状況の現地調査を内政干渉として香港入り自体を拒否していた。2017年、中華人民共和国政府はもはや中英、共同声明は意味をなさない歴史的な文書であると表明。2019年には香港で逃亡犯条例改正案をめぐり、反政府デモが頻発する事態となり、同年8月にフランスで開催されたビアリッツサミットでは、 首脳宣言の代わりに発表された成果文書の中で中英共同声明の重要性が指摘された。清から割動され、イギリス領となった香港島や九流半島南端とは異なり、新海は咀嚼地であるため、返還以前も主権は中華人民共和国側にあった。中華人民共和国当局は、新海に限らず香港全域がイギリスに占領された中国領土で、 あると、国際連合脱植民地化特別委員会において主張した。イギリス側から見た言い方の場合の公文書の表記は、レストアであるが、イギリスをはじめとする欧米の報道では、ハンドバーの表記も多く使用されている。なお、その変換はイギリスをはじめとする欧米の報道では、史上最大の帝国だった大英帝国の終焉とされた。 香港の中国化の影響で中華人民共和国への反発や香港民族主義が香港では強まっていることから中立的に香港主権以上という呼び方もある。香港本土派の間では香港陥落という呼び方もある。中華人民共和国に返還される前までイギリス政府は希望者を対象に英国海外市民としてのパスポートを発行しており、 就労などに一部制約があるが、イギリスでの滞在も、最大6ヶ月間有効で、ビザなしで渡航できる国が、中華人民共和国本土よりも多いという利点がある。部のに登録していれば返還後もその権利を維持することも可能である。香港返還時の1997年は、約300万人の香港住民がその権利を有していたとされ、2020年時点でも、 約30万人がブヌのパスポートを保有していると見られている。ありがとうございます。